お願いティーチャーは、日本のテレビアニメ作品、及び、それを原作とする漫画、小説である。テレビアニメは2002年1月10日から3月28日に、かけて、ワウワウのノンスクランブル隊にて放送された。略称は、オネティ。CS 放送のいくつかのチャンネルで放送された後、2012年1月期には、東京 MX で、地上波発放送された。 同一の時間軸を物体とした続編として、お願いツインズ、お願いフレンズ、お願い中タがあり、これらの作品はお願いシリーズと呼ばれている。放送終了後に、月刊コミック電撃画用で漫画化され、電撃文庫からは小説化されている。なお、アニメ、漫画、小説ではそれぞれ、設定、ストーリーなどが一部異なっている。辺境惑星の駐在館シーンとして、 地球に赴任した宇宙人、風見水穂。正体を隠して高校の教師として赴任した水穂は主人公である草薙カツラのクラスの担任となる。偶然、水穂の正体を知ってしまったカツラは彼女の秘密を守るため彼女と結婚して夫婦として暮らすことになる。カツラは中学時代のトラウマから停滞と呼ばれる精神的なストレスに起因する。 肉体的、精神的に昏睡状態になる病気を患っており、過去には3年間の長期停滞を経験していた。水ごとの生活からいくつもの停滞を経験しながらも、次第に回復の兆しを見せていく。そんなある時、クラスメイトの森のイチゴが自分と同じく長期停滞により、6年間も時が止まっていたことを知る。同じ病気を抱えている。 一語の望みを叶えるために、桂は、縁側小石と付き合うことになってしまう。お互いに心を通じ合わせ、求め合っているにもかかわらず、様々なすれ違いから、疎遠になっていく桂と水穂。それに伴って、桂の停滞は進行していってしまう。本作は、長野県大町市にある、木崎湖が舞台となっており、旧制松本高校などが、劇中に登場する。 木崎湖周辺は作品のファンからいわゆる聖地巡礼の対象となっており、ファンと地元関係者が共同で清掃活動などの美化運動が行われた。13話と EX はテレビ未放送。ありがとうございます。